はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。もうすぐ12時になろうとしてますね。7月は15日の土曜日でございまして、行きましょうか。日経新聞ちょっと1日前2日前か13日に出てますこの記事ですね。中国輸出2期ぶりマイナス4から6月 4.7% 減、雇用回復に影というところでございまして、北京川手伊織さん、よくお名前をお見かけしますね。中国税関総署が13日発表した貿易統計によると、2023年4から6月の輸出ドル建ては前年同期比 4.7% 減った。世界経済の減速に加え、米国などが対中依存の軽減を進めており、2期ぶりのマイナスとなった、その前のじゃあ1、3期はプラスだったんでしょうね。でその前の10、12月期去年のですねはマイナスやったんですよね。輸出の減少は工業労働者らの雇用回復に影を落とす。輸入も内需が振るわず3期連続で前年同期を下回った。まあ以下続くんですけど、これですね、読めませんはい、まあ関連のニュースいろいろやりましたんでですね、大体こうご想像いただけるとは思うんですけども、この中国のいろんな統計の中でですね、輸出入だけはですね、これ相手がいることであってですね、ズルができないんですね、だからそこがマイナスになっているということはですね、中国経済が全体的にマイナスになっているというふうに考えられます。もちろん政府はそんなことは発表しません。プラスだというふうに発表すると思いますけども、まあまあそれはね、共産主義の国ですからですね、マイナスになるというのはあんまりよろしくないわけであって、要は共産党の支配がですね、あかんさかいマイナスやんかというふうに受け取られかねないんですけども、輸出入がマイナスになっているということはマイナスになっているということなんですよ、多分ね。でなぜそうなのかというと、多分輸入がねマイナスということはね、要は内需がなあかんということですね。みんな物買わんということですね。で輸出もマイナスっていうのは、これやっぱりアメリカとですね、対立構造がですね、バイデン政権になってもですね、全然変わっていないんですね。むしろちょっと深まってるかなという感じはします。バイデンさん自身はパンダハガーでですね、彼の内心はですね、もっと中国と仲良くしたいと思ってるんでしょうけども、もうアメリカはですね、中国に対しては厳しくいくというこの大きな路線が決まってますんで、バイデンさんお一人のお考えではですね、中国に対して優しくできないんですね、アメリカの国としては。であとですね、世界中の企業がですね、そのなんと言いましょうね、そのこう中国に依存するのはよろしくないというですね、ふうに思い始めてるわけでしてですね、まあなるべくこのデカップリングですね、中国から足を抜いてですね、中国以外のところのサプライチェーンを中国以外のところで築こうとしているわけだって、チャイナリスクというのは再び頭をもたげてきています。これね、もう本当にそうなんですよ。だって中国がですね、台湾に手を出したらですね、アメリカやヨーロッパはですね、中国に対して経済制裁をせざるを得ないでしょう。そう経済制裁したらですね、中国国内にあるアセットはどうなんねんということになりますね。で中国をサプライチェーンの一つにですね、ガツッと組み込んでいた場合ですね、経済制裁をしたらそこが途絶えるわけでしょう。そうするともうこのなんていうか、こうリスクが高すぎるわけじゃないですか。高すぎるんですよ。だからみんなこのそろそろそろっとですね、中国からこう引いてるわけですね。まあ中でもフランスドイツだけはですね、いやそんなことはないって言って頑張ってるんですよね。マクロンさんなんかはですね、台湾で何が起ころうと俺らに関係ないやんと言うてるわけですね。非常に身勝手なものの言い方ですけど、でもこれがヨーロッパの本音ですね。例えば日本がね、ウクライナでね、ロシアが何をしようあんな関係ないやんって言うのと一緒なわけですよ
それをですね、もし日本がほんまにそんなこと言うたらね、許されますか？許されへんでしょ。だからわざわざ地球の裏側に近いウクライナまで記者が飛んでってですね、ゼレンちゃんと握手をしたわけです。でもですね、逆のことはやってるわけですね。マクロンはほんな関係ないもんって、東京は北大西洋にないし NATO の事務所なんか置かんでええねんとか言ってるわけですね。それはどういうことかというとですね、中国は何もしようとビジネスの関係だけは断ちたくないという、それが本音なわけですね。でもですね、そのフランスやドイツの企業は除いてですね、例えば日米英なんていうのは完全に対中は対決ムードになってますね。だからアメリカの企業なんかゾロゾロと今中国から出ていってるはずですよ。アメリカの国務省に至ってはですね、中国に入国するのは控えろという勧告まで出していますからね。これはね、アメリカがですね、台湾をそのうち始まるというふうに本気で考えてるということなんですよ。それは多分確かな情報があるんですね。だからですね、徐々に中国から引いていこうとしてるわけだって。それがこの貿易の数字にも表れてきてるわけだって。なぜそうなってるのか、ね、ひとえにこの習近平というあのおっさんがですね、考えてることがですね、もういかにも時代錯誤なわけですね。中国は共産主義のように戻ろうとしてるわけでして、なんて言いますかね、アメリカやヨーロッパや日本みたいな連中との付き合いをなるべく小さくてもええねんと、縮小しても構わへんねんと、自立していこうみたいなですね、まるで毛沢東みたいなですね、おかしな考えにとらわれてるわけですよ。だからですね、今なんか中国に入国すること自体が非常に難しくなってるみたいですね。まあなるべく西側の人には来てほしくないんでしょう、ね。でまあ、そういう政策を取っている限りですね、海外との貿易というのは縮小していかざるを得ないし、貿易が少なくなればですね、GDP もですね、小さくなっていく、いかざるを得ないわけだって、それが何を意味するのかというのをですね、習近平というおっさんは多分理解していないんちゃうかなと。あのおっさんは自分自身でですね、文化大革命を幼少期というかティーンエイジャーの時に体験してるわけなんですね。だから中国が仮にそこに戻ってもやっていけるぐらいに思っているのかもしれませんね。今のチャラチャラしたですね、西洋かぶれした今の中国社会を苦々しく思っているのかもしれません。まあよう分かりませんけども、中国自身はですね、そっち内向きへ内向きへという思考になっている限り、あの国はこれから衰退していきます。その衰退していくということ自体は習近平は分かっていないと思いますけどね。本当に経済も外交も分かっていないですね、習近平さん。それでいて強権を振るってるわけであって、中国の偉い人たちはみんなですね、習近平に嫌われないようにというふうにして行動していると。もうそれが本当にですね、目についてしゃあないですね。で、経済にそのですね、習近平主義みたいなのがですね、出てきてですね、貿易はどんどん縮小しているということです。これからもね、この流れ変わらないんですよ。だからもうね、日本企業もね、日本人もね、できるだけ早くデカップリングを進めるべきであってですね、そんな中国にいてもいいことなんもないですよ、はっきり言って。だからできるだけ速やかに中国から撤退するというのがですね、正解だと思います。多分アメリカの企業、イギリスの企業はですね、それをすでにもう始めていると思いますね。ヨーロッパ系のフランスやドイツの企業はですね、まあそれに気がつかないふりをしてですね、あいつらが出たと俺らが美味しいとこもらうんやぐらいの気持ちでいるのかもわかりませんけども、台湾始まりますからね、はっきり言うて。ほんまに少なくとも習近平はそのつもりですよ。そうなったらね、どう知らんでっていう感じですね、はい。それがまあね、数字に表れてますよというのはこの日本経済新聞の記事でございます。全部は読めませんというか、有料記事になってますんで、無料で読めるところのサイトだけ貼っておきますね。中国輸出2期ぶりマイナスと、4から6月 4.7% 減、雇用回復に陰と。今中国で一番の問題はね、ここ雇用なんですよ。若い人たちの、それもやっぱり結局回復しませんね。
はい、もう衰退の軌道はますます確実というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。